こんにちは、インノスケハグの川島です。本日もインノスケハグのトレーニング風景の実況解説をしていきたいと思います。はい、それでは本日はトイプードルのベルちゃんのトレーニングをしていきたいと思います。はい、まずサークルの中では座れ待てですね、かけた状態で犬が勝手に飛び出さないように、教えているんですが、まだちょっとこの子は、来て間もないので、まずちょっと座って待てたら、出してあげるっていうような形で、まあ、ちょっと段階を経てね、トレーニングの方はやらせていただいてます。はい、でまだちょっとねこの子はハウスにもまともに入れないような状況なので、そういったトレーニングから、入ってるんですけれども、こう、ね、中に入ることに対して、ね、もうこう、ね、やだやだやだっていう状況なので、まあ、こうもう反復ですね、もうひたすら繰り返してやっていきます。で、ね、こう自ら入っていったことに対してはい、鳴らしていくんですけれども、まずあの食わず嫌いみたいなところはちょっとなくしていかないといけないので、もうまずはこう入っていく、もういやいやでも入っていくっていうことからまずは始めていって、まあ、中で入れたことに対して褒めてあげるとか、まあ、徐々に、まあ、ちょっと明るい雰囲気でねこうやってってあげると、その行動が伸びていきます。こうやってね、徐々に、まあ、入っていくようになっていくので、まあね、まずこの入ることに対して抵抗を徐々になくしていきます。はい、そうですね。で最初は、体を持ってねこう U ターンさせてもらってたんですけれども、徐々にこう自分で U ターンをして帰っていくように促していきます。はい、でベルちゃんなんかはちょっとあの臆病な性格でもあるので、まあね、あんまりクレートトレーニングばっかこうひたすらやっててもだんだん慣れてきちゃうんで、ちょっと気分転換の時間を作りつつ、まあ、ちょっと仰向け抱っこでねこうリラックスする時間を設けながら、まあ、この子はもうすごく抱っこが好きなので初めからこうやって力を抜いてくれてたんですけれども、足先とかね体触ったりだとかするとちょっと過剰に反応が出たりだとか、まあ、ちょっと嫌がったりだとかすることも最初はあったので、足回りとか顔回りですね、触る練習を積み重ねています。はい、それでは今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。